オス、オラハバネロジャンキーくん、ベイセア。罰ゲームということで、今回は前回やった笑ってはいけないジャイアンの罰ゲームを決めていきたいと思います。ジャイアン罰ゲームですからね。ジャイアンというかドラえもん関連の罰ゲーム書いてくださったと思うんですけど、今回1個罰ゲーム決めて執行していきたいなという企画でございます。よくないね。もう今年終わるんだよ。もうすぐ今年終わるのに。罰ゲームによっては年またいでも罰ゲーム執行されてる可能性ありますからね。なるべく期間の短い罰ゲームを引き当てたいなとは思っております。これは本当に運次第なんで怖いですね。ということで早速やっていきましょう。Let's go 3, 2, 1。よサンディエゴ OK。 さあまずは毎回恒例、一体どんな罰ゲームが書かれているのか何個か紹介していきたいと思います。罰ゲーム、3週間スネオヘアで動画撮影。めんどくせえ、バカめんどくさいやつや。スネオヘアってことはこう尖らせる感じですよね。俺3日後に美容室行くねん。これ当てられたらマジきついですね。スネオにしてくださいって言わんばいけん。罰ゲーム、古い順から135番目の罰ゲームの効果を5倍にする。なんそのマジックカードみたいな罰ゲーム。ちょっと特殊効果系罰ゲームも入ってきましたね、これね。いや、よくないよ。5倍って。もし、スネオだったら、3週間かける5倍。15週間もうほぼ4ヶ月ですよ。これ当たったらマジで、どぐろいことになりますよ。罰ゲームは、ジャイコで1週間動画を撮る。なんで、ジャイコ？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 まあ、期間はちょうどいいね。1週間っていう。できねえよ、ジャイコ。昔のジャイコは、お兄ちゃん。今のジャイコは、お兄ちゃん。喉が死ぬ。罰ゲーム、1ヶ月間最初の自己紹介を、おいのび太、一緒に野球しようぜにしてください。こないだやった、こないだやったって。こないだ1ヶ月間磯の野球しようぜって言ってたよ。どんだけ俺野球好きやねん。そんなみん野球ちらって情報を見るくらいですよ。甲子園どこが優勝したとか、日本シリーズどこ優勝したとか、もうどこ優勝したか忘れたし今年。いや、よくない。なんかもう野球誘うキャラみたいになってます。学生の時の体育の時の野球とかマジで嫌いでしたからね。全然野球誘うようなキャラじゃないんでやめてください。まあこんな感じでね、今回も気象い罰ゲーム勢ぞろいしてるので、この中から1個選んでいきたいと思います。3 2 1 YO。 股関節 OK。 今回は新しい順から選んでいきましょうかね。29、やばい、結構近い。今回新しい順から29番目の罰ゲームやっていきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。あ、もうすぐやん。21 22 23 24 25 26 27 28 29。キモすぎ。なんや、キモすぎってなんやねん。誰がキモいねん、ふざけんな。なんや、キモすぎて。シンプルにディスられたんだけど、キモすぎって言われた。え、ひど。いや、普通にディスられて悲しいんですけど、なんか罰ゲーム決まらなかった安堵感もあって、正直このキモすぎには感謝してます。キモすぎたおかげで一瞬助かりました。ちなみにこのキモすぎの前の罰ゲームが10万円募金でした。危なすぎ。まあ、募金はね、素晴らしいことですけどね。今僕が10万円なんて募金できるわけないですからね。申し訳ないですけど、そんな慈善活動できませんよ。危な。さっき新しい順からだったんで、次人気順から選んでいきましょう。161。今度は長すぎよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10本アニメでねー。151 152 153 154 155 156 157 158 169 160。あ、もうこれ、この次やん。161、ジャイアンの声で撮影。なーい、またもうバカか。期間をかけ、どんくらいの期間これやれっていうの書いてくれないとさ。もう頭悪いな、いつまでたって。今回が罰ゲームのコメント初めて書きますっていう人だとしても許せん。だとしても許せん。で、何回も書いてますよっていうやつはなお許せん。ずっと言っとるやんな、期限をかけって。前の罰ゲーム動画でも言ったやんな。どんくらいすればいいかわからんやん。ジャイアンの声で撮影。割とハードよ、しかも。いや、ちょっともう。ダメですわ。これまでは期間書いてないやつも自分で決めてたんですけど、今回から期間書いてないやつはやりません。今決めました。ムカついてきました。やりません。そしてジャイアンの声で撮影するのがハードだからやらないとか、そういう逃げに回ったわけじゃないですよ。普通にムカつきますわ、期間書いてくれんやつ。それでなんか、やった、僕の罰ゲーム選ばれたとか思われるのも尺なんで、普通にちゃんと期間を書いてる方の罰ゲームを選びたいです。僕も、俺もなしです。もういい加減にしろよ、マジ。もう一回選びますよ。じゃあ次、新しい順からまた選びます。新しい順で80
20番目のコメント、そろそろマジ決まってくれ。いい加減にしろよ、マジ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10番、2メートル、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、罰ゲーム !1 ヶ月ジャイアンの服ボエーボエージャイアンの服、ジャイアンの服ってあれですよね。オレンジを基調とした前の部分シマシマになってるあれですよね。いやいや、まだわからん。アマゾンであったら買います。今月お金使いすぎてるから使いたくないよマジで。なりきりキャラ研究部コスプレオレンジ少年メンズオレンジ、めっちゃジャイアンあったわ。俺1ヶ月間この服しか着て撮影できんの？ボエ普通にうざいな。冷静にうぜえって思えるくらいのうざさです。今日なんて俺寒くて絶対外出する時にしか着ないであろう服を着て撮影してるんですよ。これからもっと寒くなるっていう時期にこんな薄っぺらいので撮影しろと。うわぁ、ちゃんと罰ゲームや。2721円、コスプレにしては安い。ジャイアンのコスプレポチります。はい、はい、注文が確定しました。じゃあもうついでにあれやるわ。1ヶ月間追い伸びた野球しようぜって言いますわ。ジャイアンの服着るんやったらやりますわ。ジャイアンの服が届き次第1ヶ月間罰ゲーム開始していきたいと思います。普通に年またぐやん。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回のジャイアンでお会いしましょう。さよなら。あ、間違えた。 See you next time。 赤のご発生がしゃぐの味、紙で巻いた。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないとたたられる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。フクドゥーレン、フクドゥーレン。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメディウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄、いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。タカタカタイガタガタ抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れだね。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ。まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にカスだって一生懸命生きているんだ。矢にカスなめんなよ。闇神様。